とうございます。こんばんは、こんばんは。この服久しぶりかな。確かに配信では久しぶりかもしれない。これね、水玉模様じゃないの、私の大好きな洋服のブランドさんのジュエティのロゴなんですよ。かわいい、好きなのドットでもない、ジュエティの柄なの。え、ほんとだ、もう M ステやってるやん。え、もう30分経ってる。知らんかった、9時からだと思ってた。嘘マジか。まあでも録画してあったけど、リサさん鬼滅のね曲が流れるから楽しみにしてたの。こんばんは、こんばんは。そう、古畑さんと同じだったのこんばんは、こんばんは。本当だ、マカロニ鉛筆さん、後で聞こう。今は無音だからさ。今日はそう、ツイートでもメールでも言ったんだけど、あ、ブログにも書いたからもうそろそろ載ると思うんだけど、 SK48 学園の収録でしたそう、昨日の配信でさ、もう明日はお仕事楽しみって言ってたんですけど、それがこれでした。嬉しいシンプルに嬉しいし、めちゃめちゃ楽しかった。同期でもあり、昇格同期でもあり、しかも私の大好きなナヤンとキャさんと一緒だったので。そうだよ、昇格して初めてリモート以外でのお仕事で、髪の毛自由ですよ、髪巻いたの。でももうね、だいぶ時間経ったし、だいぶゆるゆるになってる。楽しかった、本当に楽しかったこんばんは、こんばんは。そうで、今日全然大富豪できてなかったから今日たくさんやります。そう、制服ね、ちなみに3人全員とも違う制服でした。ナヤンとさや、もしかして同じ制服って言われてたけど違うんですよ。ナヤンは水色でよく着てる制服、私はそれよりももうちょい濃い青。ナヤン、違う、キャさんがブラウン。そうなの、髪巻き巻き。そう、今回昇格した9期のチームごとのメンバーでした。代表的な、そう、ナヤン、こっちかな、 S って難しいね。 K2、 私、 E、 キャさんでした。本当に楽しかったし、まあね、内容本当に言えないんだけど、家族には言って、それは楽しみだねって言ってくれて、うん、誰でも楽しみだよ本当に。ハッピーさん、バラ、ハッピーさんかわいい、ハッピーさんジジイ、ありがとうございますそう、本当にね、楽しいよ絶対見て、本当に絶対見て、本当に私がこれほど言ってるんだから。いや、ハードルは本当に上げてもいいって思ってる、私的には。でもちゃんと漏れてるかはどうかだけど、カメラの映りとかは そうだよ、ハッピーさん必勝、メロンパンのアバターさん、バラ、ありがとうございます。本当に本当に面白かった、笑った、緊張した、汗かいた。そう、自らハードル、そう、それほど本当に楽しかったからさ。今朝の体力系、体力系、体力系かだっけ、まあ、人によって違うのもあったけど私もね、放送が どこを使われるのかとかすごい楽しみ。ハッピーさん、 I love you とハート、ありがとうございます。キュン楽しみだよ。
く見せたい。でもだいぶ後だね、来月再来月。いやー、なんか昇格する前も昇格した後も初めてだし、こういうお仕事、テレビ系の選ばれた人っていうことでもあるじゃないですか。今回研究生の時も SK 学園出たことがなかったし、他の収録でもね出たことがなかったから、テレビ系の、だからすごい嬉しかった。でやっぱりねやっぱりね、企画とか当たり前に集中してるし楽しんでるんだけど、裏方さんのカメラとかばっか見ちゃう。本当にあ、このカメラあの時専門の何オープンキャンパスの時に一緒に運んでカメラ設定とかしたなとかいろいろ思い出してた自己紹介の時は間違わなかった。できたよ、ケツー。そう、位置とかも見たし、なんだっけ、カメラも見たし、マイクも見たし、照明も見た、全部見た。そうよ。楽しいね。飛行機のアバターさん、熊のトロフィー、すごい。ハッピーさん、I love you、 ありがとうございます。そう、結構先なのよ、11月と12月。音響系、音響もね若干やったかな、オープンキャンパスの時に。そうブログ上がった、ありがとうございます。でも基本話したことをブログに書いちゃってるんだけど、ごめんね。ハッピーさん、ジジイジジイ、ありがとうございます。あ、そうだ、お話し会も決まったってだね、連絡が来た。何メートルか離れてる。やっとさ、みんなの顔を見られると思うとすごい嬉しい、話せるし。でもね、まだ握手ができないっていうのがな、寂しいけど、やっとよやっとよ。でもまだね、詳細私詳しく見てないかちょっと分かんないから、後で見る。今度はタブレット通さずに話せそう。あ、そうなの。 2.5 メートル、どのぐらい。1メートルはまあ大体わかる、それの。この間のオンライントーク会何メートルだ、あれ、あれ4メートルだっけ、あれあれだけど嬉しい、ありがとう、嬉しい最近サイポーズが見れない。確かにすごい、テレビがさ映ってるから、しかもポケモンだから色とりどりでさ、顔が変な色になる。約半分、最初は4メートルでもあの時は2メートルだった。何メートルだっけ、3 4 4だっけ、忘れちゃった25メートルプロの10分の1分かる人には分かる、すぐに。まだ日にちが、そっか、決まっ、そっか、それだけか。楽しみだな。もうなんか行くよっていう人は話す内容考えていてほしいなあたふたしてさ喋れんかったらもったいないし悲しくなっちゃうから。前は4メートルか、じゃあだいぶ狭まってきたね、嬉しい。でもさ、フェイスガードとかフェイスシールド、マスク着用とかいろいろあって、みんなの顔がね、私的には完璧には見えないんだけど、それでもしっかりわかるといいな。
そっか、昇格後初でお祝い祭り、嬉しい。そんないいのに。ホッピートーン。そう、マスクは必須よな。メガネ、黒いメガネをしないで誰かわかんなくなっちゃう。こんばんは、こんばんは。こう素敵なブラウスパジャマ、パジャマじゃないのこれ、ちゃんと私服っていうの。こんばんは、楽しみだね。時間ある。やっぱこのシャツ久しぶりなんだ。私この間着たからさ、久しぶりな感じがしなくて。配信は初めてじゃない、久しぶりか。来た、かわいい。かわいい、ハッピーだ。配信はそう、我々に久しぶり。柄が透明だったからね、と虫に見える。嘘、確かに色なんか蜂みたいだよね、黄色と。まあ実際はゴールドなんだけど。あー、かわいい。ハッピー、ハッピーだ、ハッピー。泣きません。ほらうん、眠いんでしょ。おめめは大丈夫か。よいしょ、よいしょ、ハッピーターン。あいた、みんな呼んでるよ。いっぱいごめんなるよ、よかったね。海外にいっぱい呼んでもらってるよ。やったね。いい顔してるわ。眠いんだよ。ご飯いっぱい食べたから、チュールも食べたし。本当に私の癒しだよ。本当、また最近ハッピーさんがね、寝ながら寝言、ん？またなんか寝言をやっぱり言うようになって、めちゃめちゃ可愛いの。びっくりするの自分で。寝言ってね、すぐ起きるんだよな。ねえ、寝たいね。多分後ろに置いたらすぐ丸まると思う。癒しよ、もうこう本当にお手ってしっかり掴んでくれてるし。ねえ、ねえ、今までの配信の中で一番寝そうなハッピーさん。かわいい、安心しきてくれてるよ。うん、かわいい。なんかぬいぐるみだよね、もうここ見たら全く動かないじゃん。そう、今は10歳です。来年11歳になっちゃう。そう、猫だよな。うん、かわいいね、ハッピー後ろ姿も。めちゃめちゃ眠そう。ハッピーさん、かわいい。ありがとうございます。こじちなおたさんもかわいい。ありがとうございます。おとなしいね。めちゃめちゃ眠いんだと思う。目がピンクでーす。眠いね。かわいい、あったかい湯たんぽよ。後頭部かわいい、ありがとう。痛い、耳がイケメンやって。あなたは全部イケメンよ。ほんとだ、今日で564日目。ありがとうございます。眠い、ハッピー動こうともしない。かわいい。でも嫌がらないうちにずっと。
と抱っこしてよ。眠い。ねえ、かわいい、かわいくて食べたい。いいよ、寝てな。え、尻尾めっちゃブンブンやるやん。え、目パッチリだけど。え、アイタンどうしたの。あ、かわいい。あ、見ちゃった。見えない、画角のところに。あ、でも尻尾は見える。いや、本当に楽しかった。見てほしい、早くスケール学園。それしか頭ない、今日、今は。本当に。ザ・入り内島さやかって感じ。ザ・竹内七海も出てるし、ザ・石川かのも出てるはず。そうよ、確かに。映画を見たいよ、鬼滅。みんな感動したっていう、なんかツイッターで流れてきたな。見た、見たい。私も感動して泣きたい、煉獄さん見て。そしてこうペコペコしてる。もう丸くなってる、かわいい。そこからまた入内島さやかという人柄、ん、人物のことをちゃんとね、もっと深く知ってくれる人が増えるんだろうなと思うとすごい嬉しい。やっぱ大事ね、一つ一つの収録が。本当に、こんばんは、こんばんは。さえ涙もろい方なの。うん、だいぶだいぶ涙もろいくて困ってるくらい。本当にどうにか直したいんだけど。ハッピーさん、かわいい、ありがとうございます。そうだよ、うん、丸くなってる。今日もサラダを食べた、美味しかった。こんばんは、こんばんは。そう、目から汗潤うやつね。明日もサーヤタイムで大富豪をやりたいな。何時にやろう。9時前、また7時かな、どうしようかな。明日、あ、今日アンパンマン見てなきゃ。アンパンマンのは金曜日だ。金曜日か。明日は土曜日だからお休みの方が多いのかな。仕事の方もいると思うけど、お昼にやろうかな。お昼7時3時いや違う。でもハートの回復が1時間に1回あるもんね、2つ。それを考えると絶対7時だ。9時にもできるように。だから7時午後 1? 午後1って12時 ?1 時明日寒くなるんだよね。そうなの。え、実際今日もさ寒くて、もう秋だって思った。ねえ、考えておくね。いやでも12時はボーナスタイムあるんだよな。1時59だっけ、まあね。いやでもやりたいから。ピートーン。ボーナスタイムも一応稼げるっちゃ稼げるから、そこはサイタイムでやらない方がいいかな。ちょっと意見を聞かせてください。そうだよね、まあまあ普通の何にもない時間よりは稼げるし。
でもみんなの気持ちを保つためのサーヤタイムを増やしていきたいから、これからもうちょっと、うん、じゃあツイートでもサーヤタイムでやるねって言って平気？サーヤタイムって言ったら分かんない人は分かんないしね。そうだよね、じゃあツイートにしよう、その方が分かりやすいね。じゃあ明日やるって時はツイートするね。ずらして11、2時2時、いやーあれか、じゃあ3時、悩んじゃうなこれ。3時、2時、2時、ボーナスタイムあるから、あーじゃあ3時にしよう。明日3時3分からサーヤタイムで1時間はやります。そう、サーヤタイムはね基本あの島民の方目的でやってる感じなんですよそうなの、いろんな方とも当たりたいんだけど、そう特に島民の方なので、そうなの、そう、まあ、できる方はぜひやってください。その後はボーナスタイム、ゴールデンベッドタイムはやるので、どんどんやる、今日もこれからやります。あと10分だ。そうたくさん当たって嬉しい。だからどんどんさ、サヤパラダイスの称号になる人が増えてきてるから、レア感なくなってきちゃったレア感がないよ、まあ、ないけど、それのほど当たってるんだと思うと嬉しいそう、明日とりあえず1時間は必ずやります。3時3分から。あ、香水の人が歌ってるよ香水しか頭わかんないかわいい、ハッピー。これ今日スペシャルなのか。え、鬼滅のあの曲はまだ、いや絶対最後だよね、鳥ねかな。いや乃木坂さん確かに。あとはバックナンバー、バックナンバーさんもう歌っちゃった、えどっちだろう、どっちだろう、気になるな、見たいな、聞きたいな。ドルチ&ガッパーナの人、そうエイトさんっていうものかな。鳥近くね、やっぱそうだよね、早く聞きたいな。そう、エムステさんです。そう、今日はねちょっとだけ日さんとお会いしてお話できて嬉しかったです。元気が出ました日さん隣見たらまさかの日さんで、そうずっとね携帯フレーム見てたから分かんなかったんだけど、日さんでしたかわいかった。今日明日はいい公演ですか。そう、そんな話をしててそうだよ、日さんかわいい、癒ししかないよね本当にそんな癒しオーラ私も出せるような人間になりたいよそう、え明日はリッサも外川さんも出る、え待って知らんかった、出たよ私も
えでもね、私日産にも言ったんですよ、あのいつでも次いい公演空きが出たら頑張って覚えて覚えろあ頑張って覚えて出たいですって、まあ、とりあえずは係数だからなんですけど、最初はね慣れてきて本当に人がいないって時は全然めちゃめちゃ喜んで出ます。本当にさ、コロナウイルスがなかったら今頃あんな出てたんだろうなっていう、今じゃまあ昇格してるんだけど3月からの公演絶対出てた、うん、そうなんだよね。入会無視も多分さ出れないと思うから近くで見れないの悲しい悲しい。もうね、ジムイさんは入会無視の時に絶対見れるじゃないですか。見ててもずっと楽しいし、いつ見ても楽しい。好きな先輩もいる。で、マキコさんがいらっしゃると本当にね、場が楽しい。自分は話に参加してないんだけど、聞いてるだけでこっちも笑っちゃうような本当に楽しい。そうなの。マキコさんと写真撮ったことないから撮りたかったんですよ、12周年公演で。でも撮れなかった時間がだいぶ違うし、あと昇格発表があった後すごいバタバタで撮れなかったんですよ、誰とも全然。スズランさんは待っててくださったので約束してたので撮れたんですけど悔しい。今でも十六新橋の衣装さえ待ってる待ってね。でもなんかいつかコンサートとかでね踊れる踊れる、まあ、まだ行かないと思うけど衣装着れる日があったらいいよね。そう、悔しい時って何する。悔しい時、え、難しいね意外に悔しい時、何をする。家族に話して気持ちを全部出すそれからハッピーさん見て可愛い癒しの動画を見て美味しい食べ物をたくさん食べるみんながやってるようなことだねでもそれが本当に結局一番いいんだよな。うるさかった？そう、9時から大富豪、あと5分だ。あと5分。寝て忘れるタイプだっけ？忘れない、根に持つタイプだいぶ。でも表には絶対に出さないタイプ。そう、まあ、家族の前では出すけど、他の人には絶対出さない顔と。態度で嫌われちゃうから避けられちゃう、嫌だからね。こんばんは、こんばんは。でも人の顔色を伺って生きてきた人間として当たり前よ。もう本当にいろんな人の行動、顔を見て生きてきたからそこはわかる。本当にたまにメール、そう、メールはねちょっとね分かってほしいときは言っちゃう。厳しい。そうね、でも最近は貯めてないかな。すぐにお父さんに電話するか連絡取ってるから意外と平気。そう、お父さんに話すとねすごい親身に聞いてくれるしアドバイスもしてくれるので、嫌な気持ちのまま終わるんじゃなくて違う話題に変えて絶対に、そう、私のことを笑わせてくれるから
いいんですよ前からもそうだったけど、今は特にすごい感じてありがたいなって思ういいっすねね、なんか今が一番仲いいと思う私お父さんと、多分ね結構話してるし、確かにカウンセラー確かにお母さんもそうだしおばあちゃんもそうだよって思ったらもう9時になるんで、危ない57分だ。ランキングを読みます。お父さんの反抗期はないね。たまに喧嘩はあったかな。喧嘩って大きい喧嘩はないけど、間違ったことを正してくれるための言い合いは何回かはある大事よハッピーさん秋のギフト、ハッピーさんファイト、ハッピーさんアイス、ハッピーさんとハッピーさんかわいい、ありがとうございます。遅くなっちゃったごめんね。ではランキングを、38位、あ変わった、 STU のアバターさん1位、ハッピーさん2位、ハッピーさん3位、ハッピーさん4位、ハッピーさん5位、スコティッシュのアバターさん6位、ハッピーさん7位、ハッピーさん8位、ハッピーさん9位、ハッピーさん10位、ハッピーさん11位、ハッピーさん12位、ハッピーさん13位、星のアバターさん。皆さんありがとうございました。こんばんは、こんばんは。もう終わっちゃう、ごめんね。9時から大富豪やるので、ぜひ一緒に行ってください。もうね残り半分切ってるので、1ヶ月イベント期間はね、よし大富豪でお会いしたらスタンプを返してください。では皆さんありがとうございました。バイバーイ、バイバーイバイバーイ。